はい、おはようございます、ブレッドガンドッグです、今日はですね、私の、難度に置いてある山鳥の剥製を紹介したいと思います。今ね、真ん中映しているこの山鳥は、伊豆半島ですね、伊豆半島の薄赤山鳥になります。これはね、もう今は亡くなってしまいましたけども、父親のですね、チョビ号という、犬で撮ったものです、思い出の一羽ですね。はい、射撃をしなかった頃の私はなかなか山鳥撮れなくて、外してばかりでしたけどもね、やっとこう安定して打ち始められてっていう、その頃の山鳥になりますね。はい、今でもね、沢下りで撃ち落としたシーンは頭の中に焼き付いています。次ですけどもね、やはりね、チョビに撮らせてもらった山鳥です。これは、千葉県のね、房州の薄赤山鳥になります。房州の山鳥もね、とても綺麗な山鳥です。また伊豆の山鳥と背中の色はちょっと違うんですけども、独特のちょっと紫がかったような白で、綺麗な鳥です。私の難度に剥製はね、3羽だけなんですけども、最後に撮ったのが、これですね、これはブレッドが、漁を始めて2年目で撮らせてくれた、静岡の清水区で撮った山鳥です。清水区山鳥そんなたくさんいるわけじゃないんですけどもね、ブレッドは撮らせてくれました。ブレッドとね、歩いてたらブレッドこうピタッと止まってね、谷の中を覗いてたんでね、ブレッドの後ろに行ったら、ブレッドの真下から山鳥飛び出してね、本当にびっくりしましたけどもね、撃った山鳥は崖下に落ちてしまいましたけども、なんとか回収に行ってきました。そんなにいい山鳥ではない、尻尾短いんですけどもね、はい、記念に剥製を作りました。この山鳥以降はですね、結構コンスタントに射撃もやってたんで、山鳥落とせるようになって、自分でもね、もうトロフィーがいいかなっていうところで作ってないですけども、それでもね、山鳥をこう年間1羽取るっていうのを目標に、本当にこう伊豆の山鳥、静岡の山の方、本土の方のね、山鳥なかなか数が少なくて取るの難しいです。もちろん千葉県の山鳥も難しいんですけどもね、なんとかね、どこかの鳥を1羽取って、その漁期を終わりたいといつも考えています。基本的には私狙う鳥は古樹渓か山シミで、それを頼まれてるものですからね、頑張ってブレッドと取るんですけども、山鳥はこう自分の腕を確かめるというかね、そういった意味合い、鳥猟の中ではこう最高峰の獲物だと思ってるんで、いつも狙って取っていきます。年に何度かは狙っていきますね。はい、ありがとうございます。それでは。